マグヌス・エリクソンは、ノルウェー王、スウェーデン王、在位。1319年から1364年、エリク・マグヌソンと、ノルウェー王コン母世の娘インゲボルグの子。1319年、ノルウェー王コン母世が、男子後継者なく死去し、外村にあたる3歳のマグヌスが、ノルウェー王として迎えられ、母、インゲボルグが、摂生となった。また同年、 スウェーデンでは叔父にあたるビルイエルが貴族らにより追放されマグヌスがスウェーデン王位にもついた。マグヌスの父エリク・マグヌソンは1318年に兄にあたるビルイエル王に殺害されていた。幼少の王のため両国で三次会が結成され国政を担った。マグヌスは1331年に申請を開始し、翌年には当時デンマーク領であったスコーネ及びブレイキンゲを スウェーデンを落として購入した。しかし、スウェーデンではすでに領地や、租税徴収権が仕入れされていたこと、また、国士病により、農民が減少したことなどからマグヌスが得られる、税収は少なく、マグヌスは、スコーネ購入費用の調達のために、農民への臨時税の課税、スコーネにおける領土市に対する関税の強化、貴族免税特権の撤回、教会への課税などを行った。また、 若い騎士ベンクト・アルゴットソンを長愛してフィンランド公爵に助した。その結果、1356年に三次会貴族らによる反乱が起こり、翌年に貴族らはマグノスの長男エリクをスウェーデンを落とした。しかしエリクは2年後、1359年に死去した。ノルウェー王位に関しては、すでに1355年に次男方根に譲られており、 同訓連合は解消されていた。一方で、マグノスは1350年に地方法と都市法を制定し、これらは18世紀初頭まで維持された。マグノス統治時代のスウェーデンは、1350年頃に国史病により人口の約3分の1を失うまでは平和な時代であったという。1364年、マグノスはスウェーデン貴族らにより追放され、 ノルウェーに亡命した、貴族の要請で、おいのメクレンブルクシュベリーン公、アルブレヒト3世がスウェーデン王位を継いだ。1346年にマグヌスと王妃は、聖ビルギッタに寄付を行い、バドステーナ修道院を与えた。ビルギッタはそこを本拠地にして、ビルギッタ会を設立。修道院は、王室の保護を受けて発展した。しかし、後に、聖ビルギッタは、 マグノスの中央集権政策を批判する立場を取るようになる。1335年、ナミューリコを、ジャン一世の娘ブランカと結婚し、皆を設けた。ありがとうございます。